キルナワゴンは、鉱石輸送用の貨車及び、積み下ろしシステムの設計、製造を専門に手掛けるスウェーデンの輸送機器メーカーで、ある。2004年に設立され、機械メーカーのニーベリメカニスカヘルクスタッド及び、レンクビストベッタイネンの子会社である。スウェーデン最北端の都市であり、かつ、同国の工業の中心地でもあるキルナに本社及び、工場を構えている。 キルナワゴンで最大の生産数を誇る製品で、2005年にスウェーデンの鉱山会社、ルカブ向けに開発された。軸重30トン、最下重量は最大100トンのボトムダンプ型貨車で、旧世代の貨車よりも25%増しの輸送力となっている。ファモア05 0はファヌ040を2両連結した1ユニットで運用されている。 マルメのケインダストリエと共同で製造しており、ケインダストリエが大枠の製造、キルナワゴンが車体及びダンプハッチの製造と最終組み立てを担当している。2012年9月にはルカブ2000台目を納入した。2013年5月にノルウェーの鉱山会社ラーナグルーバー向けに40両を受注した鉱石輸送用貨車である。軸重30トンに対応した。 ボトムダンプが高さで大きな荷下ろし扉が特徴である。ルカブ向けのファモア05 0をさらに発展させ大きな積載量を維持しながら軽量化を図ることでより環境親和性の高い輸送が実現できるよう設計されている。NO, RG ファンは塊軽量から 300mm の無加工で石英分が多い鉄鉱石を区番レバンレの地下交渉や オートフェルの露天掘り交渉から、モーイラーナの先行書や、石出港まで輸送するのに使用されている。2009年から、スウェーデンの同工産、精錬会社、ボリデン向けに製造している、サイドダンプ型貨車である。タイム091は、全長約12メートル、73トン石の4、軸ボギーのホッパ車で、走行中に重金属を含む、 同性光が飛散して環境に悪影響を及ぼさないよう屋根を設けた密閉型車体を持ち、左右両側の荷下ろし扉から取り下ろしが行えるようになっている。スウェーデンは亜寒帯気候であり、国家による鉱材割れに対応するため、車体の素材は先進公共度工が主体となっている。ヘリックスダンパーはボトムダンプに向かない少量、または流動性の強い貨物に、 最適化された積み下ろしシステム及びそれに対応した貨車である。メンテナンスの手間がかからない、堅牢な貨車と案内レールを用いた二大回転装置による取り下ろしが特徴で、1時間あたり2万5000トンの荷下ろし能力を発揮する。2012年4月には、国際的な鉱山会社ノースランドリソ想シズとの間で、スウェーデンのピトケアルビにあるノースランドリソ想シズの 積み替えターミナルからノルウェーのナルビク港に成功を輸送するためのヘリックスダンパー150両の製造契約を締結した。2016年にはオーストラリアの RCR トムリンソンとの間でオーストラリアニュージーランド東南アジア向けのヘリックスダンパーの独占製造販売権のライセンス契約を締結した。二千十年十二月にルカブから新たに採掘を始めた。 地下1365メートルの坑道から鉄鉱石を積み出すための貨車121両を受注した。ルカブが用意した設計図を元に製造され、走行しながら積み込み取り下ろしができるようになっている。取り下ろしピットの上では、底面全体が開くようになっており、1時間あたり1万トンの荷下ろし能力を発揮する。機関は891ミリメートルと小さいが、 これは大深度にある狭い行動に対応するためである。2003年に、マルメの軽インダストリエがルカブから110両を受注した鉱石運搬用貨車で、キルナワゴンは、車体と、荷下ろし扉の製造を担当した。ワットック型は、ルカブが運用していた、ワット型を改良したもので、軸重25トンで80トン席となっている。キルナワゴンは、貨車の製造のほか、 鉱石積み下ろし設備の設計、製造や、貨車の整備を行っている。キルナの工場では、80以上の溶接規格に対応している。品質要求は、SSR-ISO3834。溶接試行容量は、SSR-ISO15614 から、1に準拠しており、SSR-ISO9606 による、資格認定を受けた、溶接工が、 溶接作業を行っている。溶接ロボットも導入しており、主力機種の溶接作業領域は4420メートルである。ABCDEFGH キルナワゴンニュージェネレーションオレカーズ4ヘビーレールトランスポートマイニングテクノロジーノーベンバー2014戦 E マルムバグニンクラルノルボトンズクリレン4セプテンバー2012 キルナワゴンデリバーズツーラナグルーバーマイニングマガジンフェブラリー2014ヘリックスダンパーフロムキルナワゴンユーチューブハットキルナワゴンレバーエラールノースランズバグナー NSD 12エプリル2012キルナワゴンサインズオーストラリアンライセンシングアグリーメントレールウェイガゼット14オクトーバー2016ルカブユートカルバグンソーダーホスキルナワゴンメタルサプライ 10 October 2014 Continuous Unloading On Recover S New Underground Rail 法令時レベルインキルナ YouTube ありがとうございます